まあでも何かやっぱりアメリカ政府とも折り合うような何かやっぱり、まとめていただけるんじゃないでしょうかね。それはぜひね、まとめていただきたいと思いますけど ね。その間やっぱり県民の皆さんの気持ちが翻弄される、うん、あるいはその踏みにじる、まあ、そういうことに対する憤りというのも我々はとより感じることがありますので、ぜひそういう県民の皆さんの気持ちを裏切らないですよ。両県民からなんだっていうのをかなり激しくおっしゃったと思いますがそういうことがないようにというのは両県議。鳩山総理が要するに、辺野古以外のところの可能性を探りたいという非常に重要な発言をされたんですけど、あれはどのように受け止めていらっしゃいますか。いや、これがいずれ早めに確認したいんですけど、辺野古諦めたのかですね、諦めて別の辺野古以外というのは沖縄県内の辺野古以外なのかですね、県外の、しかも外も日本国内の話なのか国外なのか、ここら辺がどうもね、はっきりしないんですよね。ですから全部込みなのかですね。ですから辺野古以外というのは辺野古以外の沖縄県内のどこかなのかですね、はい、これもはっきりしないものですから、いずれここちょっと会えるお時間いただければお邪魔して確認を、はい、したいなと思ってるんですが、ここもちょっとまだはっきりしませんね。でそうやって別な場所を検討指示したというような報道があるかと思うと、うん、それを受けて防衛大臣はあれは努力目標として総理がおっしゃったんだと。そうです。そのこと言っておられます。そういうふうにおっしゃる、はい、努力目標です。あ、そうですか。まあそれは報道ベースですもんね。まあまあ報道皆さんのね、そういう表現なんですね。うん、だとすると本当にどこまでその腰を据えて実行やられるようになるのか。やはりその本当に見直すというのであれば、まあ、その目標なり考え方っていうのは本当は国民に、特に沖縄の県民の方々にお示しをしてですね、で合意の当事者はやっぱり沖縄の県もまた地元の自治体もあるわけですから、やはりそういう方々にもきちんと測って、その上で進めていく必要があると思うんですね。最終結論だがこうだから一つこうやってくれとじゃなくてですね、ギリギリその基本のところでもですね、ちょっと最終のあれに至るちょっと前にこのところでどうだってやっぱり相談はいただいた方がいいですね。しょっちゅう頭越しがこういう防衛外交で割にあるんですよ。ですがこれやると結局手間暇かかりますよっていう地元の理解と協力と納得がありませんとね、ということは絶えず申し上げてきてるんですから、ぜひ一つそこの、ね、今の計画が決まる前もやっぱり C さんのご経験からは頭越しで話が、ちょっとやっぱり頭越しっぽいですよね、あれやっぱりトラブルいますから、これやっぱり結局は長くなってしまってですね、そこだから今は未だにこの C さんにも地元にもそういう具体的な説明はなされていない状況の中で、来年5月まで結論を出すとかですね、協議をしていくとかっていうことを言ってもですね、本当にそれが実現できるのかどうかというところが非常に心配ですよね。ぜひ、国会の方で話してくださいね。ぜひこれから来年の通常国会を通じてそれを発見させていきたいと思います。一つよろしくまたお願いいたします。じゃあそうですね、はい、じゃあぜひまた、はい、どうもどうぞありがとうございました。またお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。